こんにちは、皆さん、モノモースです。今日はとても興味深いニュースについてお話しします。裏切られた、という声も上がる中、療養中の渡辺成里さんがパリゴリンの現地観戦を楽しんだというニュースが話題になっています。彼女の行動について賛否が分かれていますが、私の見解をお伝えしたいと思います。まず、このニュースの概要について簡単に説明します。渡辺成里さんは2023年7月から体調不良で療養中であり、病気の詳細は公表されていません。そんな彼女は8月10日にインスタグラムを更新し、 パリゴリン男子バレーの現地観戦を報告しました。旅行には家族や周囲の人々の後押しもあり、体調が回復したことを理由に渡航を決断したとのことです。しかし、この行動に対しては一部の人々から、心配していたのに裏切られた、という批判を寄せられました。さて、ここから私の主張に移ります。私としては、生活を楽しむことは大切であり、特に長期療養中の人が心の支えを見つけることは非常に重要だと考えます。渡辺さんはバレーへの愛情を持ち、それは彼女にとって大きな楽しみだったことは、 明らかですこうした楽しみが彼女の回復に寄与したのであればそれは肯定されるべきではないでしょうかここで具体的な例を挙げてみましょう他のフィールドでも療養中の人が好きなことを楽しむことで回復につながるケースは珍しくありません例えば読者や趣味の活動短い旅行などこうした活動が心の安らぎをもたらしストレスを軽減することで体調の回復が促進されることもありますしかし批判する人々の意見にも理解を示さないわけではありません渡辺さんが療養中でありながら海外旅行に行ったこと とは一部の人には職務を果たしていないと感じられたかもしれませんまた SNS でそれを公開することが承認欲求と捉えられ不快に感じた人もいるでしょうこのようにどちらの意見にも一理あるのは事実ですですが私は最終的に個人の回復に対する支援と理解を示すことが最も重要であると信じています特に今回のようなケースでは本人は心から楽しみリフレッシュすることでますます前向きな気持ちで療養を続けることができるのではないでしょうか結論として心の健康も体の健康 と同じように重要です渡辺渚さんは自身の心の心支えを見つけそれを楽しむことで回復に一歩近づいたのならそれは応援すべきことだと私は思います皆さんもこの話題についてどのように感じているかぜひコメントで教えてくださいそれでは今回はこの辺りで失礼いたします次回の動画でお会いしましょうさようなら